望月博史です。シャンクを直す練習方法をご紹介します。シャンクはクラブヘッドの軌道がアウトから降りてきてインに抜ける軌道、そしてクラブフェースは左を向くクローズで、打った時に発生します。クラブヘッドの内側の根元に、ボールが当たった時に、シャンクという球が出ます。この、球をなくすためには、実際打つボールの右前にボールを1つセットします。このボールにクラブヘッドがぶつからないようにアウトから入らないように意識して、ボールを打っていきます。このように、すぐにシャンクというのが練習場で出ましたら、修正できることになりますので、ぜひやってみてください。